あっちから逆、夕焼け空の月だねって、さっき川野さんが。ただいま、ワディファームを出まして、これからシェルビーチっていうところに向かうみたいです。で、シェルビーチが6時間ぐらいここからかかる、なんか600キロぐらいあるみたいなんですけど、そこでシェルビーチを堪能した後、ウーメラルっていうところで今日は一泊するみたいですね。Xマウスに行く途中の中継地点でございます。それでは、気をつけて運転していきたいと思います。カンガルーが、モツ見ちゃった。あのね、運転してて思うのが、すごいね、あの、カンガルーの、が車に轢かれた跡っていうのかな。もう白骨化したカンガルーとか、カンガルーの遺体とかですね。そういうのがね、こう、路肩に転がってるんですよ。ワラビーですか？ワラビーだ。オーストラリアのこの、運転のコツが、横からカンガルーとかワラビーとか出てきても、とにかく危ないからそのまま前に進めということをアドバイスされましたね。なんかやっぱり急に止まったりしたら逆に危ないから申し訳ないけどこう突っ切るしかないっていう感じみたいですよ。まあ自分が運転してないから飛び出てこれないことを祈りますけどね。おトイレ休憩ですね。今ね、シェルビーチまでまだ4時間くらいかかるんですね。こういうところに。さっき行ったトイレがね、なんか、流れなくって、誰かが用を足した台がちょっと浮いてたんですけど、詰まってたんですよ、トイレがね。今ね、ここのガソリンスタンドなのかな、まあ、すぐ、もうちょっと西に出たら海みたいですけど、なんか、荒野って感じ。最初、シェルビーチに行く予定でしたけど、だって、シェルビーチに行く予定だったんですけども、移動にね、結構時間かかっちゃって、途中でキャンピングカーにガソリン入れるのとか、なんか空気圧がおかしいんじゃないかみたいな、ちょっとしたトラブル持ってですね、めっちゃなんか、出発までに時間かかったんですよ。で、シェルビーチやってると、もう、ウーメラルに到着するのだいぶ遅くなっちゃうっていうことで、二つに分かれて、シェルビーチ見に行く隊と、ウーメラルに戻る隊、向かう隊に分かれることにして、私たちは、ウーメラルに向かう隊の方で進んでます。キャンピングカー2台で行ってますね、今ね。あと3時間20分。長いねー。はい、ウーメラルからまで、あと1時間半ぐらいのところまで、来ました。もうね、私運転変わってちょっと後ろでぐっすり休ませてもらったんですけど、ハエが多いね。いや、なんか、コバエがすごい多いってのは聞いたことがあって、で、こう、ハットにね、こう、網のこういう、なんていうの、カーテンみたいなのがついた帽子っていうのが売られてたんだけど、そんなに多いのかなと思ったけど、本当にね、これわかります？私のこれプンプン言ってんの。降りた瞬間にね、このハエたちがなんかね、私の顔にこうついてくるんですよ。何に吸い寄せられたの？なんか土が赤く、すごい赤くなってきて、なんか、場所がだんだん変わってきてんだなっていうのが、砂漠化してきてんだなってのがわかりますね。あとね、すごいなんか、これもなんか、場所を移動したのからなんかどうかわかんないですけど、めちゃめちゃ暑いです。すっごい暑い。日差しが強いのを感じる。まあ、とにかくこのハエが多い、コバエが。それっぽくなってきましたね。じゃあもうちょっとです。ウーメラルもうちょっと。これはうざいわ。なんか、刺さないからまだいいかなと思ったんですけど、こんなに行くとちょっとうざいね、これね。すごいな。
がるんですね。お、なんだこれ、なんだこれ。あ、ウーラメルステーション？ここからもうなんかの施設ってことですか？ここまでどこです。あ、まあ、ここからもうなんだ。何、オートキャンプ場的な。よいしょ。着いた。ここはウーメラルキャンプ場っていうところですね。ここで今日はテントとキャンピングカーで寝泊まりするっていう話なんですよ。なんかおトイレとかシャワーとかは使えるって言ってたな。はぁ、ちょっと日に焼けてきたかな。風が気持ちいい。昼間はくっそ暑かったんですけど、今はめちゃめちゃ穏やかですね。風がめちゃめちゃ気持ちいい。今日は晴れるな、これ。温泉？お風呂があるって言ってたの。あとなんか川遊びエリアが。結構人いるの。今日ってまだ平日？今日月曜日なのにこんなに人いるんだ。すごいなんかこの映画みたいな。そうか？ナンバーファイブ。あいつら、あのニュースにそこに止まんなかったら多分思われてるな。シングル、シングル。めっちゃ狭い。シングルなんだ。シングル。うん。めっちゃ狭い。どんな部屋？すぐ閉めないと早入るよ、すぐ。すぐ閉めないと早入るよ。砂漠の夕日って感じだな。女子は釣りを燃やすよ。今日はキャンプサイトの中なんで、うん。人も多いし、光も多いから、どうだろうね。結構、今日参加されてる方は結構ヘビーなアマチュア天文家が多いので、こんな光やったらやってられんとか言うかもしれないけど。成形写真とかタイムラプス的になったら全然ギリギリいけるんちゃうかなと。まあでもあんまり無理しないようにしよう。うん、本番がね、運転しなきゃいけないから、自分一人だったら無理してもいいですけど、他の人に迷惑かけるわけにはいかないから、男のに、撮影していかないとね。今みんなで夕食の手伝いを、準備をしてるとこなんですけど、ちょっと一台だけ設置させていただきました。もうホーリーグレイルを撮ってるんですけど、あのね、なんていうか、多分これカメラで映ってないと思うんですけど、こっちに金星があって、いつこの辺かな、ね、この辺にね、逆さオリオンがあるんですよ、逆さオリオンが。で、真上に、この辺にカノプスがあって、全然つないね。カノプスがあって、で、こっちにシリウスがあるのかな？ね、全然日本と違うんで、その構図がね、わかんない。どう撮ればどの時間帯に、どの角度に、逆さオリオンが落ちてくるのかとか、全然わかんなくて、もう最初からこう、正解を求められないなっていう感じなんですけど、とりあえずね、設置をしました。ね、頼むよ、Z9 ちゃん。今回ニコンは Z9 と ZFC と持ってきてるんですけど、ZFC はなんか昼間の撮影用とかで、あんまりタイムラプスで使うつもりはないんですけど、まあ予備でね、絶対あった方がいいから、メインはこの Z9 で、とりあえず。で、基本は、今回はその2色ツアーなので、まあ星の撮影がメインかなと思ってますから、昼間のタイムラプスとかは撮らないんですけど、元気に動いてるね。山口さん。はい。すごいっすよ。すごいっすな。すごいっすよ。こっから先は日本で見えないもんね。この、偽十字から、
南十字のエリアはすごく濃い。今、左下に南十字があって、左上に西十字があるんですけど、そのあたりのエリアがめちゃめちゃ濃いですね。すごいすごいすごい。うわぁ、さっきよりめちゃめちゃ見えるじゃん。やばこれはやばいすごい。全然昨日の日じゃない。曇ってましたもんね。やばー、すごい。お、なんか流れた気する今。すごいや、これ。この明かりがないと思ってすごい。この明かりあってもこれですもんね。うわー、ナイマゼランで行けー。このね、車の上にね、大マゼランが見えてるんですね、ここね。あ、どうしよう。カメラの性能よりも目で見てる方が。コントラストが違うんだな。うん、映りました。スマホ。スマホ映ると思いますよ。Google Pixel でしょ？いけますよ。野田さんの髪の色、めっちゃ夜に映えますね。すごい。すごい目立つ。すごい目立つ。これ今キャンプ場なんですけど、ここでなんかね、ちょっと、なんだろう。ビアガーデン的な感じ結構明るいんですけど、すごいですね。この明るさの上を見ると、こんだけ星が見えてるっていう。何これっていう。だから、根本的にも空が暗いってことですよね。周りに光がいかなくて、根本的に空が暗くて、ここは明るい。ここの場所は明るいけど、空自体は暗いから、上を見たときに、こんだけ天の川が見えてるっていうね。ひゅー。しかもこれ今見えている天の川って、実は一番濃い部分じゃないんですよ。これから、さそり坂11ぐらいに登ってきて、その下に日本では見えない濃い天の川の部分が出てくるっていうね。すごいよ。このギャップがすごいね。すごいすごい。すごいすごい。なんということでしょう。で今三脚から外したんですけど、これ今手持ちでーす。手持ちの方がいいね。ゴースが映るけど。ひゃー、すごいすごいすごい。いや、何回撮っても飽きないな、これ。このビール、このビールめちゃめちゃ甘くないですか？あー、すごいすごいすごい。デビとソーセージとかのアスパラのニンニク巻きをニンニク焼きをいただいてきました。これを食べましょうか。あ、全部自動でできるよ、うん、で僕も10分前には全ての改札で行けるセットやって10分 ?10 分前にはもう終わり。フィルターは？フィルターも出るフィルターは出てはずよ。でも終わり。うんうん、で会議中に暇や。ちょっと今暇。山本さん泣いてた。いやいや。出た。あ、Vlog 撮られてる。もう眠、ね、眠。コントロール使わない人の。眠たかった。だから会議中暇やろ。何すんのって。出たー。
ありがとうという、そういう気持ちでね、肉眼でずっと、ただし、その時の機材は、清掃です。清掃でない、タキシード。清掃でなければなりません。ならない。それが、大気日食を卒業する唯一の。あ、卒業なんですね。卒業するつもりあるんですか？まだない。まだない。絶対しないでしょ。じゃあ、僕らな、この椅子そこ置いてな、な、こいつさん、座ってな。いや、濃いね。濃いね。ほんと濃いやつやね。いや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 。こんだけの人工光の。やばい。こんなとこに。やばい。さっきより全然映るな。やば。あ、こう、天の川の、ん？サソリ座登ってるのか？サソリ座。あ、サソリ座。ここにいるんだ。ここにサソリ座が、左右反転したサソリ座がいて。山の方が登ってきた。これ何度見てもすごいな。南十字、ケンタウルス、西十字。ここが美しいよね、ここが。からの逆さオリオン。すごい。北斗七星がね、ここにあるんですけど。すごい。え？ってことは、ん？そうか、この下に北極星があって、あれはアークツールスってこと？そうですよね。あれはアークツールスですね。不思議だな。北斗七星は逆さにならない。不思議。オーストラリア、ウーメラルキャンプ場からお届けしております。朝を迎えました。今、一つ願いが音が可能すれば、お風呂に入りたいです。とっても。ハエが溜まってくるんですけど、やっぱこれ、臭いせいですかね、私は。私の頭が臭いせいでしょうか。昨日飲んでですね、ね、ちょっと頑張って撮影をしましたが、その後しっかり寝ました。で、今日は X マウスについに入ると。皆既日食の撮影地ですね。僕もとりあえず朝焼け頑張ってもらった感じですね。うん。いいかな。オッケー。終了。じゃあカメラを回収して。はい、車に乗りました。今、ウーメラルキャンプ場を出て、いよいよ皆既日食の撮影地の X マウスに、はい、今こういう状況でございます。はい。そして、隣には、特別ゲストが座ってますよ。皆さんお世話になってるケアステックさんでーす。マラさんどうですか？いよいよ X マウスですけど。そう。日食地の大気帯まで行くのに、随分長旅を苦労してトラブル、アクシデントだらけで移動しております。でも、今日の夜には、会期帯まで入れる予定です。皆さん、本当お疲れ様です。頑張りましょう。はい。あれ、何横切ったのあれ。あれは美味しい。なんか、でっかい犬みたいなの。あ、ヤギ。野ヤギ。ヤギま、めっちゃビビる。捕まってるじゃないか、これ。スピード違反かな。うーふぅー、うーほほほ。
捕まってた。おそらくなんか5キロオーバーでも捕まるとか言ってたじゃないですか。だからずっとオートクルーズでキープしてるんですけど、割とみんな飛ばすんだなと思って。見てるそばからもう抜いてくやついますよ。捕まるよって。カナーボン、来ました。カナーボン。ここで、なんか、アポロ計画で使われてた電波望遠鏡があるってことで、これ映ってるかな？あそこにチロッと見るんだけど、結構でっかいよ、電波望遠鏡。相変わらず小映えが多いな。オーストラリアは。すごいね。臭いんですかね、やっぱね。はい、こちらで買い出しをします。今日もたくさん買いましたね。よいしょ。よいしょ。あ！これは美味しいんすよ。これはうまかった。めっちゃうまいぞ。これ止まんない。ね、うん。スナックブドウって感じ？ブドウが美味しい地域なの。休憩スペースでやってきました。あ、風が。風が出てきたな。スパンスのあと2時間ぐらいかな？うん、みたいですね。うわ、やっぱ生えきた。やっぱ生えるんだ。すごい日焼け止めを塗りました。オーストラリアは紫外線が日本の20倍らしくて、もう絶対塗った方がいいよっていう現地の人のアドバイスですね。あ、よしよしよし。いや、生えが、生えが、あと。本当に似たような景色ずっと続くな。アラブ系の家かなんか、エンゼルとか、なんかおかしな家みたいな。え、すごいでかくないですかこれ。すごいね。アリ塚。これ。あ、なんかぶっ壊れたアリ塚が。住宅地外れました。住宅地。アリのビバリーヒルズ。アリのビバリーヒルズ。わー、アリ塚。あ、まだいますね。郊外が好きな人ですね。郊外。アリ塚すごいなぁ。でかいでかいでかい。夜写真撮ってる時にアリに遭遇したら嫌だなぁ。あれで撮ってる人いますよね。あー、ほんとっすか。遭遇したら撮んなきゃいけないじゃん。アリ塚の整形って頼まれてる。アリ塚整形。アリ塚整形。でっかいうんこにしか見えない。あ、この辺多いな。この辺多い。わあ、いっぱいあるな、アリ塚って。ここ、ここ、ここ、ここ。うわあ。でかい。これがアリ塚。これをアリが作ったってのがすごいな。これ車から見てたらなんか、うんこにしか見えないし、ね。うん。でっかいうんこいっぱいあるんだって。恐竜のうんこって言って。恐竜のうんこ。恐竜のうんこ。しましたっていう。恐竜のうんこ。近くのうんこ。よーっ。ここに並んで。あ、硬い。行くか。はい。スタンプ。ウェルカム X モンス。ちゃんとスタッフ雇って作ってんだ。あれ、そっち？ハロー。Hi. Welcome. Booking for today? Yeah. We have a reservation number of four. Yeah, just the last time we find.Fortune and the last name we have.
Hitomi Noda. Okay, spell the one for me. H-I-T-O-M-I N-O-D-A. 世代が消えました。引き取りの世代が。なんか言うぞ。なんか言ってる。まだ出る。あ、自転車のお兄さんが案内してくれる。やっと着いたよ。やっと着きました。というのは、今この車を動かすのに他のサイトに入り込んでんだけど、明日以降この辺全部埋まるから。なるほど、なるほど。どうしよう、どうしよう。だから今ね、日食を撮影するときと、それからそれまで3日まだあるので、それまでどういうふうにその居住スペースみたいなのにやるっていうのと打ち合わせします。やっぱり私と違って日食経験の豊富な方々なんで、もういろいろ考えることが経験則からの目線で、自分も聞いてて参考になりますけど。うん、そうです。あ、ロック外れてるんですか？あ、外れてるのか。あ、外れない、やっぱりね。あ、なんだ、これ。真ん中を引っ張って、はい。これ、いいですか？はい、どうぞ。あ、こっちの方が。これ下からちょっと押し上げてもらいます。はい、はい。みんなありがとう。おー、完璧やん。完璧、完璧。すごい、すごい。で、ロックしてくださいね。で、ここ、閉めて。あ、そっち届きますか？あ、届く、届く。よいしょ。閉まんないよ、なんか。あ、じゃあ、こっち閉まってるから大丈夫と思います。全然閉まんない。オッケーです。とりあえず到着と。いうことで、ここから準備だね。